はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。福中様、佐川信之様、ご支援ありがとうございました。レッツ頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。佐川信之さんは日本改革党浦安支部長なんですけれども、いいですからね、お金は大丈夫ですからね。ちょっと各支部長の政治活動の面倒も見てあげられませんで、抗がん剤治療中でね。で、抗がん剤の免疫低下の影響かもしれないですけど、おでこに大きな吹き出物ができてしまい、治りませんので、今日はバンダナで隠しておりますけれども、英国政府、BBC 受信料を2年間値上げしないと発表。昨日の時点ではですね、政府は凍結も考えている。っていうような2年間の凍結も考えているっていう記事だったんですけれども、これ額の凍結、据え置き、2年間据え置きということだったらしいであります。ドリス文化大臣、下院でですね、こう演説いたしました。 BBC は支出を減らし財政効率化に取り組まなくてはならない。国会 A 下院でこう演説ということは、目に余るような無駄遣いや放漫経営があったということでしょうか。まあそうですよね。そういうのなければこうは言われないもんな。NHK ほどじゃないですけどね。どう考えてもね、 BBC はまさか NHK 以上の放漫経営はしてねえだろう。平均給与も500万円強、NHK は1800万円。ということで、まあ NHK の方が上だと思いますけど、まあ今のところ額を凍結で値上げさせないだけだが、BBC を揺さぶってんのは確かですね。国会でここまで言われちゃったのね。これ諦めさせる時間与えたのかななんて勘ぐっちゃいますけどね。2年間値上げさせねえっていうことで、その2年間の間に、スクランブルの準備すんのかなーって思いましたけれども、そういえば NHK ってですね、今すぐにでもスクランブル放送できるんですよ。というのは邪魔表示、契約してない人にですね、まあ1時間に15分程度、下の方にですね、契約してくださいっていう邪魔な表示出てくんですけど、あれでっかくすればいいんじゃね。画面全体を覆うようにして、それと1時間のうちに15分だけとかじゃなくて、ずっとずっと1時間あれすればいいんじゃね。つまり映像一切見れなくなっちゃう、声だけ聞こえて邪魔表示でかくするだけの作業で、まあスクランブルですよね。契約したらちっちゃくしてからなくしてからということで、今すぐにでもスクランブルでいいんですけどね。技術的にはね、デジタル放送になって久しいしね。ドリス文化大臣はスクランブル化、ドリス文化大臣っていうか、英国政府、ジョンソン政権はスクランブル化を考えているようなんで、まあ、今後も BBC の行方には、監視なんですけど、これに対する NHK の反応、1月19日10時42分、今日ですね、今日の午前中、ジョンソン首相、パーティー参加を釈明も、苦しい立場に、なんて記事流しちゃいましたよ。ジョンソン首相は新型コロナウイルスの厳しい規制が続いていた一昨年5月、ずいぶん古い話、首相官邸で開かれたパーティーに参加したことについて仕事の一環だと捉えていたと改めて強調し、事前に警告を受けていたのも側近の指摘に反応しました。ただ与党内からは党首としての信任投票を求める動きも急速に詰めていて、苦しい立場に追い込まれています。なんか難癖ですね。官邸で開かれたパーティーに首相は出席するだろう普通。あと官邸を使ったパーティーということは公の行事でしょう。ジョンソンの首相の家でやったパーティーで大騒ぎしたわけじゃねえんだが、なんか難癖記事だよな。あとは与党内から党首としての信任投票を求める動きも急速に強まっているのか、本当に。そんな話、
NHK が作ったもんじゃねえかっていう疑いすらありますけどね。まあ今後も繰り返されるであろう NHK のイギリス叩き、ジョンソン政権叩きはですね、BBC が危うい。そうすると自分らも必ず影響を受ける、ジョンソン政権が憎い、イギリス政権が憎いという支援なので取り合わないようにしようと、って私思いました。今後 NHK はですね、イギリス叩きに使いそうなネタはロシアとウクライナの緊張なんですけど、なんか国境付近にロシア兵10万人が集結してて、シュルツドイツ首相はですね、ロシアがウクライナを攻めたら天然ガス買うのやめる。で、NATO 会談で言うほど緊張が高まっている模様であります。日本のテレビでは全然伝えませんけどね。英国政府が発表しておりました。ウクライナ海軍再建を手伝っている。短距離対戦車ミサイルを供給している。軍事指導のため、小チームを派遣しているということで、ウクライナにだいぶ肩入れしているみたいであります。まあ、NHK はですね、イギリスの現政権を叩こうと手ぐすね引いて鵜の目高めで探してますんで、皆様騙されませんように。まあこれに絡んでですね、いろいろニュース報道あるとは思いますけど、皆様騙されませんように。 NHK はジョンソン政権が憎くて憎くて憎くてたまんない連中だと、こういうのを知ってるのと知らないのでは、まあニュースの受け取り方全然違いますからね。まあ NHK はですね、出勤に反対不可避の受信料制度、まあ変更報道も嘘報道も問題なんですけれども、街頭に立って実際にですね NHK のお悩み相談、受けてた私としてはですね、驚くような、何っていうような、犯罪でしょそれっていう、集金人の悪行三昧。もう一つ、忘れちった。三つ、醜い浮世の鬼を。ぐらいの話ですよ。これですね、受信料制度っていうのがあっから、集金人が、徴量ばっこすんだよ。の、地味猛量って思うが。だから、受信料制度やめれば、まあ国営化でも民営化でもスクランブルでも何でもいいかなって思ってましたけれども、国営放送の BBC が不臭を放ってるわけじゃないですか。こんなしてね、叩かれるほどね。ということで国営化はなしで、NHK は民営化もしくはスクランブルで、国営化はなしで、国営放送だっつったって腐るんだから、BBC みたいに。ということでね。まあ、NHK が民営化されてもですね、腐ってる、腐臭が、もう匂いがひでえっていうのは、変わりないとは思いますけれども、まあまあ、そうなれば、スポンサーへの抗議っていう形で、物申せるようになりますよ。現状どうかっていうと、番組内容のクレームは、視聴者局が握りつぶして、制作現場には届かない。っていうとんでもない現状。これ、中の人に教えていただきました。まあ、クレームの相談窓口が視聴者総局。で、番組作ってっとこが放送総局だけかな。二つ全然別な会社で、情報のやり取りも人の行き来も、物のやり取りも金のやり取りも何にもない。もうあれだって、アップルとグーグルぐらい別会社、別組織で、番組の内容を届けたいのは制作側じゃないですか、放送総局だけど、窓口は視聴者総局。これここね、主にね、電話で集金人の悪行とか滞納したけどどうすんだみたいなことやってるとこなんですけど、まあ、受信料に関するクレームね、相談受け付けてるとこなんですけど、まあまあここしか窓口ねえから、番組内容のクレームもここに電話かけますわ。でも別組織なんで行きようがねえの。そのクレームが制作現場に届かねえの。
握りつぶされちゃってゴミ箱に捨てられちゃってという現状、とんでもない現状、これ知らない人多いと思いますんで教えてあげてください、周りの人に。靴沢がこう言ってたっつってね、は変えられると思うんですよね、民営化すれば。民営化しても富士だの TBS だのテレ朝だのとんでもないですが、もう匂いがひどいですが、腐ってますが、腐りきっておりますが、まあまあ今の NHK のとんでもねえ現状よりはマシということで、まあ民営化でもスクランブル化でも、どっちでもええや、集金人さえいなければ、ただし国営化はダメと、こういうふうに意見を私は変えました。ジャーナリスト藤本純一さんって方いらっしゃるみたいなんですけど、泉健太体制となり旧執行部の意見が通らなくなったので、枝野幸男を中心に40人以上が離党準備開始。これ週刊スパに載ってたあの記事なんですけど、まあまあ週刊誌ネタっちゃ週刊誌ネタなんで、真偽不確定ですけれどもね。ネットの反応です。左翼名物の内毛バカ、内部分裂ばっかで楽しいのかね。支持率下がってから逃げ出してんだろ。離党するなら比例議員は辞職しろよな。党の名前変えても同じこと繰り返すだけ。共産が抱きついて離れてくれないから党ごと脱出、逃げて国民に合流してんだろ。こいつら入れたら希望の二の舞になるぞ。枝野がまた新党作って絶叫するんか、うんざりなんだが、というような意見がありました。まあソースがこれしかないんで、まあ言っちゃないですけど週刊誌ネタですけれども、まああの真偽不確定ですよ。本当に40人抜けるとすれば理由はですね、共産党の報復が怖くて、つまりですね、ストーカーから逃げ出したい。一回ちょっと優しくしたらなんかの付きまとわれちゃって冷や汗かいてる。逆に共産党ともっと仲良くしたくて、今の泉健太代表の体制はですね、共産党と距離を取るみたいな、こと言ってましたんで、何言ってんだと、俺らはもっと共産党さんとべったらコントしたいんだということでですね、こんなのやってられるかっつって抜ける、ブルージャパンに9億円払ったことをごまかしたくて、なんかね、あの立憲がですね、枝野幹事長じゃねえや、福山幹事長、枝野代表、ブルージャパンツーですね、実体のない組織にですね、宣伝費として9.2億円払ってんだって。で、博報堂にも宣伝費っつって10億円払ってんですけど、日本で知らない人いないぐらいの博報堂に10億円で、ブルージャパンっていうわけのわかんない組織に9.2億円、これどう考えてもおかしいだろということで、いろいろ突っ込まれたんですが、泉健太体制のそれについての説明はですね、調べてないが違法性はない、は詳細は説明しない、はこの問題は終わったと考えている。でもうめちゃくちゃなものでありました。よっぽどまずい問題みたいなんでね、枝野らはこれから逃れたい一心で離党すんのか、で離党していろいろ明るみに出てすっげえまずいことになっても、いや今違う党にですからとか言うのがね、まあ支持率が一心に抜かれてるのも原因だろうけどですね、本当に離党すんだか、まあ見てますわ。今後も要監視ですね。あとブルージャパン、秘密闇が暴かれることを非常に期待しております。よかったらチャンネル登録してください。デトックスジャパン。